今国道4号線なんですけど、国道294のバイパスが道路開通のご案内、白川市街地開通したらしいので、ちょっと行ってみますか。この通りは4号線、これが左右が294。よし、行ってみる。この前開通式やってたんでしょ。うん、テープカット。開通式テープカット。おー、すごいいい道路になったね。おー、橋はできたのかな。橋綺麗になっちゃって。わー、すごいね。全然昔の道路知ってる人からしたらガタガタ道でしょ。びっくりするんじゃない。これこんないい道路作っちゃったんだ。バイパス公園でしょ。ここでちょっと殴る地震で中ちょっと地震で亡くなった方がいるんだけど、わあすごい、よくこれだけの土地買収したよね。土地買収。あら、橋できたんだね。橋、ほらこれが橋か。橋でしょ。そっちは旧道。あっちが旧道。あっち旧道。あっち通ってたんだ今まで。うん、あれ一回曲がんなきゃいけなかったんだ。あ、小峰城すごい、びっくりだけどて。もう本当だ、小峰城にぶつかった。わあ、考えられないよね。もうこっからまだ工事か。旧道だね、そっち旧道と旧道、そ昔からの道路、そっち。うん、ここが低いんだよね。 3.9 メートルしかないんだ。みんなぶつけちゃうんだ、ここに。ここでいいか、いいか。あれ、うん、ここが町中通り。ここまっすぐ行く。まっすぐ行くと多分開通してないと思う、トンネルは。あ、これはこれで仕上げなんじゃない。歩道あるもんね。うん、あれ、そっか、これはこれで仕上げなんだ。じゃあここも開通してるんだね。国道294。こう曲がるようにできるんだ。どんどん道路が広くなってくね。小峰城ってあんな近かったの。うーん、すごい遠くにあったイメージだけど。成功したんじゃない。だるまランド、ここ観光名所になってるでしょ、だるま屋さん。向かいにあるんだ。あ、白川だるま。この通りが289ってんの、今度は。お、国道289、うん、今まで街中ぐる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 回ってたんだけど、うん、ここで一本道、うん、じゃあ救急車もすぐ来れるね。うん、うん、まだできてないな。トンネルは多分できてないと思うんだけど、行ってみる。おう、あれ、ライトついてる。おう、ってことはもしかして、もしかしたらトンネル開通したのかもしれない。わ、すごい広っ。トン
ネル見えた、やっと見えたな、あれトンネル。ここまで開通したんだ、トンネルの手前まで。じゃあもうちょっとだ。もう少しですね。歩道員っぽいのいるね。さすがトンネルの中は入れねえか。どっかで曲がるか。ここで U ターンするしかないね。あれがトンネルだ。なんて書いてあるか読めそうで読めないな。もうちょっと先まで行っていつまで工事するのか、看板みたい。どこにあんの看板。漁港の後ろ。そこ入って。いや入らない方がいいね。あった。支援。ここか。3月31日？令和4年3月31日。すぐじゃん。すぐ？だって今日9でしょ。令和何年なの今？え、そっか、まずそもそも令和を間違えてるかもしれない。今って令和何年？ん、今令和4年。令和4年、じゃあもうすぐじゃん。帰りも行くか。帰りも戻んの？うん、電池ねえや。行くか帰りは。